青のユニフォームがカターレ富山、そして白のユニフォームがガンバ大阪 U23 です。3人で囲むガンバ、脇本から今度は縦へのボール期待です。右サイド八木下上がってきて中にボールが入る、こぼれたところコッケグッチ、富山コーナーキック、後半最初のコーナーキックです。椎名巻いてきた、あっとガンバの選手にファールが、 PK、 このプレーです。あっと、あ、そしてイエローカードも出ています。あ、レッドカード、ペスヨンはレッドカード退場になりました。放送席からはっきりわからない部分もあるんですが、まずプレーで1枚もらって、その後のその2銀うんぬんというところで、2枚目をもらって、レッドの退場という形になりました。決めた、先制はカターレ富山、小池口2試合連続のゴールになります。ここはガンバがしかし攻める時間帯が長くなってきている。さあ中抜けてシュートコースが作れるぞ、シュートか、いや塞いだ塞いだ、富山の筋が塞いでる、しかしもう一度シュートは決まらない。最後は一味、今シーズン初ゴールはなりません。椎名から左へ佐々木、オーバーラップして八木下ですが、そこは使わず中から枠に上がった、もう一回まずは佐々木一輝、これが枠に当たってここに椎名がいました。長いボールここまで来た、さあシュートまでは持っていけるのか、自ら中へシュートコースを作ったが枠を捉えることはできません。森です。一味がいいか、ボールは奪えず、ここで試合終了、2対0富山連勝です。2017明治安田生命 J3 リーグ第14節カターレ富山対ガンバ大阪 U23 の一戦は2対0カターレ富山が勝利を収めています。